アイス TD は、ドイツ鉄道の高速列車アイスに使用される、車体傾斜式機動車である。形式は605型となった。アイスによる高速化の効果を非電化路線へも拡大するため、アイス T をベースに開発された、車体傾斜式の電気式機動車である。2001年に4両編成20本が製造された。2001年6月より、ミュンヘン駐立機関や、 ベルリン・ドレスデン間など、非電化区間の高速化のため導入されたが、トラブルの頻発により2003年に全社が運用を一旦離脱した。2007年からは、ハンブルク・コペンハーゲン間の渡り鳥コースへの投入により運用を再開したものの、2017年10月に運用を終了した。車体形状は、 アイスティーとほぼ同じで、アルミニウム合金を採用して軽量化を図っている。編成は4両編成を組み、最大3編成までの並結も可能である。アイスティーとの協調運転にも対応している。車体傾斜機構は、ドイツの C 面姿製のものを採用している。動力伝達方式は、電気式を採用。1両あたりの機関出力は560。 キロワットで編成出力は2240キロワットとなる。編成内容は以下の通りである。2001年7月より営業運転を開始したが、車体傾斜装置の制御プログラムのトラブルが頻発し、定時運行に支障をきたすようになった。2001年には工場内の車両がジャッキから転落し、修復不能とされた2両が廃車となっている。また2002年には、 車軸接損が原因の脱線事故が発生し、車体傾斜装置の使用が停止された。ドイツ鉄道は2003年12月に、アイス TD の全編成を定期運用から離脱させ、運用は、機関車牽引のインターシティや、近郊用機動車に置き換えられた。その後、2006年には、サッカーワールドカップの観客輸送に使用され、メッセ会場への輸送など臨時列車を中心に、 運用されることとなった。d b d s b 共同のロゴドイツのハンブルクとデンマークのコペンハーゲンを結ぶ通称渡り鳥コースにおいて従来の IC3 機動車によるユーロシティの一部を置き換える形で ICTD の導入が決定された。2007年4月に最初の試運転が実施され2007年12月に営業運転を開始した。最高速度は ベルリンハンブル区間の時速 200km、それ以外のドイツ国内区間は時速 140km、デンマーク国内では時速 180km で運転されている。合計13編成の ICETD がデンマーク直通対応改造を受け、保安装置や無線装置とそれに付随する機器類の設置、荷物収納設備の拡張など、旅客設備の改修などが行われている。 車両はドイツ鉄道からデンマーク国鉄へ貸し出す形となり、両鉄道会社のロゴが併記されている。ドイツ鉄道とデンマーク国鉄の間で締結された運行契約の期間は13年となっている。ドイツのプットガルデンとデンマークロービューの間にあるフェーマルンベルト海峡では鉄道連絡線による構想が行われている。しかし2015年に入り、 運行継続のためには大規模なオーバーホールが必要となること、またその費用が非常に高額となることが判明し、ドイツ鉄道では2016年末でリース契約を解除することを通告。リース契約にはデンマーク国鉄側が車両を買い取るオプションも設定されていたが、デンマーク国鉄はこれを行使しなかったため、結局2016年12月11日の ダイヤ改正で一編成を除く全車両が運用から離脱。唯一残った編成も2017年10月に運用を終了した。その後の詳細は不明ながらも2018年現在はすでに全車両が廃車解体されているものと見られていたが、一部編成は測定などの試験車両として現存している。ありがとうございます。